おい、初めて二次元でしこった時のおかず、みんなは何だったんだよ。俺は、島次郎のミミリンなんだ。僕はゲイだから、忍たま乱太郎のキリマルが最初かな。でも最近は、フリーの立花誠君がドストライクだよ。俺は週刊ストーリーランドの謎の老婆だな。砂影ババアも捨てがたいけどよ。やりせえな、男とやりて。80歳以上のババアとやりて。いいこと思いついた。え？え？近くに畜産農場がある。そこが老婆と若い男の二人で経営してるんだ。松尾は老婆を、椿山は青年を襲って、俺は豚とやるぜ。田沢は俺たちを見ながらしこっとけ。そりゃいい。わしも乗った。うほ、うほ。